フレーベル模様織りのモチーフのジョイントの部分を折ります。白い方を上に向け三角に半分に折ります。広げ反対側も半分に三角に折ります。広げ、次は四角に半分に折ります。もう一度広げ、反対側に四角く半分に折ります。広げ、次は真ん中に向けてこのように折ります。反対側も真ん中の線に合わせてこのように折ります。向きを変え、また半分の線に合わせてこのように折ります。反対側も真ん中の線に合わせて折ります。一度広げ、反対側に向け、次はこのようにここの線に合わせてこう折ります。次は隣も折ります。あとの二辺も折ります。そして一度広げ、白い方を上に戻し、この1、2、3、四隅の点をすべてこの真ん中へ寄せるように合わせていきます。左右。上下合わせるだけで簡単にこのような形になります。そしてここをこのように潰していきます。折り筋をつけたのでここまでは簡単にスッと折れます。そしてこの部分を一旦反対側に折り筋をつけます。そして、こう折るんですけども、この線に合わせて折るのではなく、少し真ん中より手前のところにこのように折ります。そして、反対側は先に折った方に、ここに合わせるように折ると出来上がりが綺麗になります。あとの3つも同じように折っていきます。これでジョイントの部分の完成です。